こんにちは、中里春奈です。突撃エムリーグ2019は私が担当させていただきます。今回の紹介するチームはこちら。はい、今回は EX 風林火山の皆さんにお越しいただきました。ありがとうございます。なんか今日はユニフォームじゃないんですね。ここでは何をやる予定だっけ。僕は完全アシストアシスタントそこアシスタント勉強会です。ここは勉強会の場所ということでユニフォームではない。はい、はい、ユニフォームでもいいかもしれないですけどね。はいはいはい、なんかでも先生っぽいです。講師っぽいというか。ありがとうございます。はい、ここでは勝俣健二さんの麻雀 IQ 上昇塾、はい、IQ がおいくつでしたっけ。麻雀 IQ おいくつでしたっけ。220でやってます。220ってどんなもんなんですか。よくわかんないですけどね。僕もそれはなんか藤崎さんが俺は160だって言ってたんですけど、なんか160も結構すごいねよみたいな話を佐々木さんとしてたんで、私80くらいですね。80? 自称自称100が真ん中くらいなんですか。あ、100が真ん中なんですか。いや、よくわかんないです。わかんないけど220の IQ の方が教えてくれるっていうところですね。はい、私もやってもらいたいんですけど。参加されます。いいですか。勝俣さんといえば解説じゃないですか。 M リーグでもやっぱりコメントすごいじゃないですか。見てないんで分からないですけど。そうなんですか。はい、コメント見ない派ですか。僕家帰って見ます。あ、見るんだ。だから負けた時戒めのために結構辛辣な言葉来てるじゃないですか。はい、それを言いながら、ね、私は見ない派です。見ない派ですか。オフってる感じですか。オフってるって家帰ってテレビで見るとコメント出ないじゃないですか。あ、テレビ繋いで大きい画面で、はいはい、なんで見たことないです。滝沢さんだけ見られる。はい、見ます。酒飲みながら、管巻きながら。つまみですね。そこのコメントで、勝俣さんの解説だと、まあ、やっぱりこう勝俣さんの解説はいいわっていうふうに。あ、そうなんですね。はい、ありがたいです。私の中ではちょっと、お二人が、私が麻雀プロになる前に、もう麻雀番組で見てたような天井人だったんで、ちょっとドキドキしてるんですけど。時代がね、良かったんで、若手出そうみたいな気があって、はい、その時に出してもらったんですよ。そしたら、なんか調子乗って勝ち始めて、たまたまそのままなんか、そういうキャラが出たんですけど。毎週毎週見てましたよ、私。ありがとうございます。あの時からお二人って全然変わんなくないですか。いや、そんなことないよね。20年経ちましたからね。程、ね、よく。そうですよね。20年前とそんな変わんないと思うんですけど、皆さんもちょっとなんか20年前のなんかテレビ番組とか見て比べてみてください。絶対今のがいいまである。いや、全体的には多分こう、丸く。タッキーなんかだって逆三角形だったもんね、顔が。シュッとしてましたもん。なんか、こういうような顔だったような気がするんだけど、やっぱ年々こう、こういう風になってるような。いや、なんか四角くなってるよ。逆立ちがめっちゃいいらしいですよ。逆立ち、この重力に逆らう感じですか。あの内臓にもいいし、うん、逆立ちをお勧めします。してるの。してるんですか。たまに。あ、えらい。控え室でやったりとかしてないんですよ。たまにやりますよ。でもあれはしてるよね。なんかプラントレ的な、うん、はい、筋トレやるの。控え室でずっと筋トレしてますよ。なんかフッフッとか後ろで聞こえてる。なんか無言で。なんね、そうだね。なんかお二人でこの前解説やられてる時に、滝沢さんが後ろの方でボソッとよくなんかコメントを言うっていう風に言ってたんですけど、うんうん、結構みんなバラバラで見られてるんですか、控室って。まあなんか控室結構広いんで。なんかこういうテーブルあるじゃないですか。ありますね。ここにみんなで並んでみたりとか。いや、並んでは見ないですね。なんかあります、定位置が。あ、定位置があるんですか。滝は鏡の前の。あ、はいはい、奥の方ですよね。泣きちゃんは、うん、テーブル。私はもうテレビの結構真ん前、はい、目の前です。目の前で割と見る派で、はあはあ、勝俣さんはね、だいたい床に座って、うん、床、うん、なんかこう4つにサッカーのロッカールームみたいな。あ、ありますあります。そこに僕は大体います。床じゃないじゃないですか。いや、床に座ってる。え、どっちですか。どっちもあります。なんか床に座ってて、はい、盛り上がってきたら立ち上がってくるみたいな、うん、じゃあここに座ってる人誰もいないじゃないですか。でマネージャーとかも、うん、マネージャー、そうですね。うちマネージャーさんもど真ん中。スタッフが多いんで、あ、なんか控え室4つあるじゃないですか。ありますあります。で、ちょっとちっちゃいところもあるんですよ。狭いところとか。え、大きさ違うんですか。違うんですよ。
で、あのちょっとうちはあの広い控室をこうちょっと使わせてもらってるんですけど、はい、なんで結構みんな思い思いの場所に。そうなんですね。タッキーが横になって筋トレするスペースがあるくらいの。マット持ってったりとかしてるんですか。してるんですか。ちょっと汚いなと思いながら。控室の様子とか見れるやつとかってあるんですか。あるんですか。オンラインサロンがあって。それですよ、はい、そう誘い出したじゃないですか。ちょっと無知で本当すみませんですけど、オンラインサロンって何なんですか。まあ、なんかファンクラブ的な。あ、ファンクラブ、はい、ただ結構高い。そんな方言って実は安いんでしょ。高い安いみたいなのが動画だけ見るとか、はいはいはい、まあ、得点がまあいろいろ違うんですけど、あ、こっちの得点とこっちの得点があるってことですね、はい、うん、普通の会員と特別会員みたいな感じがあって、はい、特別だってどうなっちゃうんですか。高い人はね、よく会う、とにかくイベントがもうね、うん、会えるイベントが多いってことですか。一緒に麻雀打ったりとか、はいはいはい、うん、え、塾は関係あるんですか。塾も参加してくださる方も今日いらっしゃいますね、うん、あ、じゃあ両方の方が結構多かったりするんですかね、はい、うん、まあ、でも塾は5回やるみたいな感じで、今後どうなっていくか分かんないですけど、はい、オンラインサロンの方は毎月毎月こうイベントがあったりだとか、はい、麻雀大会したり、1月は初詣、うんうん、みんなで初詣行って、でみんなでランチして、はい、そうです、はい、結構ね距離が近いですよね。仲良くなっちゃって、うん、そうですね。2月は麻雀大会します、うん、3月14日には DMM のそのオンラインサロンに入ってくださった方で、はい、3チーム合同イベントがやるって言ってましたんで、アベマツと桜ナイツと、あ、本当ですか。グリーンカーで、え、すごいでっかい豪華なイベントですよね、うん、そうなんです。というわけで皆さんお楽しみに、あのオンラインサロンぜひ入ってみてください。お願いします。オンリーグ2019シーズンなんですけど、現状がぶっちぎりの最下位です。ぶっちぎり、ぶっちぎりまで行きます。なんか800ぐらいだったらなんかぶっちぎりな気がしますけど、まあ、今はマイナス、現状多分ここの辺に出てると思うんですけど、400弱ですね。400弱ぐらいなんちゃらってですよね。ポイント自体は、はい、まあそのくらい多くかなっていう感じなんですけど、そうですよね。トップラスで結構変わりますもんね。残り回数がね、はい、残り回数が12回で、あと12回、ターゲットになるチームと何回直接対決できるかっていうのがポイントなんですけど、まだはっきりしないんですよ、ターゲットが。あ、そっか、ターゲットっていうと今現状6位とかですね。6位ですね、はい、6位までに残るとセミファイナルなんで、そうですね、早く決まれ、はい、6位の候補早く決まれと思ってたら、はい、行ったり来たりして、みんな この辺が4、5、6あたりですよね。結構ぐる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 動いて、ちょっとなんだ、射程圏内が分かりづらいというか、うん、分子的には作戦はどんな感じになるんですか。あと12回ですけど、トップ引くラスが5って思ってます。トップ6回ラスが1回、トップ7、ラス2回引いちゃった場合はトップ7回必要だしということで、トップの回数引くラスの回数が5作ることができれば、まあセミファイナル大丈夫かなっていうふうには。もちろん残りの、まあ、トップ5ラス0でも残りの7回は全部3着が苦しいですし、まあ、あとどこのチームと対戦してる時にトップ取れるかとかにもよるんですけど、はい、大きな目安としてはそう思ってます。山手線ゲーム、4人だったら面白いと思うんですけど、いやいやいや、私が入ってしまったら意味がないんですよ。いや、言えるほど知らないかもしれない。いやいや、そんなさっきから昔から見てるって言ってたじゃないですか。当たり障りないことは用意しておくかできる。かっこいい、かっこいいとかっていう。というわけで、お三方で、はい、はい、風林火山のいいところ、おすすめのところをつなげていただいて、風林火山のファンを増やしていただこうという企画でございます。ただリズムに乗れなかったりとか、私が独断と偏見で、いや、それはちょっとっていうやつを褒めさせていただきます。続きもあるんですか。まあ、そこで終わり、なんか2個ぐらいで終わっちゃったりとかして罰ゲームなし。罰ゲームはないです。ないですけど、あ、もう繋いだ方がオンラインサロンとか塾とか参加人数が増えていくかなと思います。はい、アキさんから始まる、イエーイ、山手線ゲーム、イエーイ。お題は風林火山のいいところ、おすすめのところ。仲がいい、うん、グッズが多い、うん、面白い、うん、タッキーがイケメン、うん、デザイナーのセンスがいい、うん、イベント多い、勝間さんが頭いい、はい、スタッフが酒が好き、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか変だぞ、なんか途中からリズムに乗り切れてない感が、言葉がなくて、はい、スタッフ
フさんがお酒が好きって言いたいんだけど、はい、今なんつった、スタッフが酒が好きそれフリーターさんのいいところ、僕がそれが嬉しかったです、あ、自分が嬉しかったんですね。タッキーすごい飲むから、いや私たちつもたお酒飲まないから、あ、そっか、じゃあ一緒に飲み会とかってなるとスタッフさんが一緒に行ってくれて、これは嬉しかったよっていう意味なんですね、はい、いや、伝わらなかった、ね、イベントとかでもお酒飲めるイベントの時飲みやすいので、うん、その方が確かに、なんか3人の中で1人だけ煽ってるとちょっとなんか感じ悪いですよねなんか2人が飲んでねとか、サポーターが優しいいい終わってないしかも合ってないちょっとリズム感があんまなかったけど、よしとしましょう、はい、というわけで山手線ゲームどれくらい続いたんだ、8ですね、はい、8個でした。皆さん風林火山のファンになってください、よろしくお願いします。あ、俺が止めちゃったんですね、そうです失礼しました、ポーズを教えてもらおうという企画なんですが、風林火山さんってポーズありました、実はね、あるんですよ、あるのすごいびっくりしてる、すごいびっくりしてる、ないんですよって話で行きましょうって言われた後だったから、そう言いたくなったんですよ、はいちょっと裏話をいきなり話さないでくれ、カットカットつまんないからそのまま言ったら、他のチームってこうなんかこんな多分全部あるんじゃないですか、他のチーム7チームあるよね、あるかもしれないです。なんで風林火山さんってポーズないんですか、いやあのね、はい、ポーズを作ろうよみたいな、はい、あ、動きはあったんですか、働きかけをしたんですけど、はい、ちょっと男2人が、はいはい、いや、ダセーし、やだよみたいな感じでこんな負けといてふざけたポーズいやいや、それは別に勝ってることなんてあったじゃん、なんて作ってもよかったんじゃないですか、一瞬だけポーズっぽいものがあった瞬間もあったんですよ、例えばどんな感じでした、これでしょファイナル終わった時の、はい、多分表彰式かなんかで、あの私ちょっと別のなんかリーグ戦かなんかで出てなくて、はい、2人で出た時にポーズしてるのを多分覚えてる人はいるかもしれないですけど、実はしてたんですよ、タッキーのお蔵入りになった CM のポーズだった、そうそうそう、実は私はタッキーでね、CM、ワインの CM かなんかで、違う違う違う、ツアー行くとかで、ね、一緒にワイン飲みましょうみたいな、そう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 、怪しい話ちょっと思っとる、そんな話をするあれなのかいやだから瞬間ちょっとあったけど、お蔵入りになったんで結局ポーズないですねっていう話で落ち着いて、うちはポーズなしでなしで行きましょう、もう逃走するということは、じゃあなんかポーズとか写真お願いしますって言われた時って、おのおのどんなポーズするんですか、なんか私はいつもこうやってダブルピースしてるんで、ダブルピースにしようよしようよちょっとダブルピースしてよ、え、でもこれ可愛くないですか、ポーズ写真してくださいっていう時はだいたいピース、まあ、私は大丈夫、うん、こうピースしてますね、時田さんは真顔なんですか、真顔だよね、なんか小島さんは男子はガッツポーズしてたり、ああ、え、いいじゃないですか、ガッツポーズ、じゃあおのおのの感じで、おのおのの感じでちょっと撮っていただこうかな、私どうしようかな、私もガッツポーズしておこうかな両脇で、はい、はい、この動画をご覧になっている皆様、EX 風林火山のファンの皆様、ただいまレギュラーシーズン終盤ですね、非常に苦しい位置にいますが、残り試合も、レギュラーシーズンを突破できるようにみんな頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。じゃあ次下の方、同じくハイパイの段階ではこれ E 送球マンっていうところが一緒なので、ハイパイは同じぐらいじゃないかっていう評価なんですけど、さっき言われてなかったのが一つあって、親番だとそのちょっといい手に近い捨て牌になって親番って、まあ、多少悪くても頑張ろうっていうのがまず予想できる。